午後7時、福岡市天神、立ち並ぶ雑居ビルの一室から明かりがこぼれています。他の受験生も頑張ってる中で、やっぱ学習の遅れとかを言い訳にできない点、焦りが出てきます。机に向かっているのは受験を控えた中高生。ここは企業の寄付で運営されている無料の学習室です。こいつが縮むんよ。塾とか行けない子たちも正直言って多いです。でかといって学校が休校されたりとか短縮授業で、昔みたいに居残りも勉強できなくなっている状況なんでですね。感染対策のため収容する人数を通常の半分に制限。それでも多くの子どもたちが自習の場として活用しています。学校とかでもちょっとコロナの人とか出始めてるんですけど、まあみんなで一緒に頑張っている感じです。受験を目前に控えた今、やはり気になるのはコロナの感染。受験前に感染したらやっぱりそのどうなるのかなって心配なこともありますし、自分が周りの人に感染させてたら怖いなって思います。考え方もある、一応教法としては筑紫野市九州産業高校、感染対策として常に窓が開けられた教室で志望校に向けた最後の追い込み授業。多くの女子生徒が膝掛けで寒さをしのいでいます。コロナウイルスに感染したらその試験とかも受けられなくなってしまうことがあるので、すごい人が多いと不安になってしまうことがあります。1時間ぐらい早めのバスに乗って5、6人とかの時に乗っています。弟も受験生なので絶対にかからないようにしようっていうのは思ってます。学校には登校はせず、リモートで勉強する生徒も少なくありません。どうしてもやっぱり入試直前で感染が怖いという場合はですね、無理には登校しなさいとはもう決して言えないので、はい、その辺はもう選んでもらってるという感じですね。受験と感染対策、2つの不安が受験生にのしかかっています。リラックスして受けられるように導いてあげてほしいなっていうことですね。教育評論家の小木直樹さん、周囲がしてあげられることとは。子どもの その不満とか愚痴とかね、それをねしっかり心で聞いてあげてほしいんですね。心で。で、心で聞くっていうのは、耳辺にですね、道徳の徳っていう、共感してあげてほしい。大変だね。ママも大学の受験の時、今から30年前か20年前か、大変だったけど、もう比較にならないと。子供たちに対しては、我慢しないことの重要性を説きます。効果的なのはですね、日誌を書くっていうのも、すごくいいんですよ。産業でも工業でもいいから、こういうのがムカつくとか嫌だとかね、たまんないなとかいうのを吐露するんですね。自分が可視化できるような文字で、そうすると気持ちが落ち着くっていうようなこと、そうやってして発散するって、我慢をしないっていうことが僕はとっても大事だと思います。厳しい状況の中、机に向かう子どもたち、指導する先生にはある発見が。いろんな困難の中でですね、子どもたち生活してきてですね、精神的には結構タフな子たちが、多いように印象を受けますね。不安なこともあると思うんですけど、気持ちが前向きだったら結果とか行動も前向きな方向につながると思うので、将来の夢を叶えたいっていう強い気持ちを持って今後1ヶ月頑張っていきたいと思います。